上本町有限の三船圭介です。本日アナゴとナスのあんかけをご用意いたしました。素材の旨味と食感を存分に生かしたあんかけ料理になります。一手間を加えるだけで見た目も美しく華やかに仕上がります。ぜひお試しください。アナゴとナスのあんかけの材料をご紹介します。材料がアナゴ、ナスが丸ナスですね。大阪の丸ナスと万願寺、赤万願寺と青い万願寺、こちらはパプリカでも代用可能です。ベビーコーンで、生姜と大根、お出汁ですね。で、お醤油、お酒、みりんで、水溶きくずをご用意します。それではまずアナゴですね。アナゴはまずこちら、頭を落としていきます。で、釜のところですね、こちら、骨があるのでこちらも切り落としていきます。で、この 背中の方ですね、こちらにヒレがあるのでこれも全て取り除いていきます。で、皮目にですね、こちらぬめりが、ありますので、皮目のぬめりを、取っていきます。こちらお湯ですね。お湯を、熱湯を背中の方から、表面が白くなったら氷水に落とします。じゃあまな板に置き、包丁の、先の方で軽くこするとぬめりですね、こちら出てきますので、ぬめりが取れたらタオルで、しっかり、じゃあ水気ですね、拭いていきます。アナゴは、一口大に切っていきます。この後油で揚げていくので、打ち粉ですね、両面に、片栗粉をまぶしていきます。続いて、野菜ですね、切っていきます。まず、丸ナスですね。丸ナスは、上と下を、切り落とします。横に半分ですね。今日は皮を、器に使いたいので身の方をくり抜いていきます。食べやすいように、カットしていきます。続いて、万願寺唐辛子ですね。頭を落としてお箸で、種を取っていきます。一周くるっと回して刈ると、種が取れていきます。で、2センチ幅に切っていきます。大根は皮を剥きます。で、おろし金で、おろしていきます。こちらおろしたら水分を切っていきます。ひとまとまりになるぐらいね、水分を絞っていきます。絞った大根に、生姜ですね、汁ごと入れていきます。で、こちらを、よく合わせます。あんかけの、あんを作っていきます。お出汁に、お醤油、みりん、お酒ですね、これ香り付けのお酒で合わせていきます。じゃあ、沸いてきたら水溶きのくずを入れて濃度をつけていきます。上からすくい上げた時に流れる程度にあんを作っていきます。それではまずナスを揚げていきます。ナスは、皮からですね、油が180度で揚げていきます。こちらはさっとですね、皮はさっと、器にしたいのでさっと揚げます。続いてナスですね。ナスは、こちら、柔らかくなるまで、揚げていきます。今回の食材は、全て油との相性がすごく良く、旨味を、油と重なってます食材ばかりなので、全て油で調理していきます。じゃあナスですね、うっすら、色がついてきたら引き上げていきます。続いて万願寺唐辛子ですね。
万願寺唐辛子は揚げすぎると食感が悪くなるので入れて10秒ほどですね、さっと揚げていきます。続いてヤングコーンですね。ヤングコーンは1分ほどですね、揚げていきます。続いてアナゴ、こちらアナゴですね。それでは盛り付けていきます。まず器に、ナスの皮ですね、そこに揚げたナス、アナゴですね、こちらを盛り付けていきます。そこに先ほど作ったあんですね、こちらたっぷり上からかけていきます。でたっぷりかけた、あんの上に万願寺唐辛子、先ほど生姜と合わせた大根おろし、でヤングコーン添えていきます。こちらで完成です。